女子寮恒例納涼肝試し大会。くったらない、私パス。そう言わずにさ、付き合ってよ。別に怖がるようなことなんか何もないから。怖がってるわけじゃないわよ。じゃ決まりだね、玉もも参加っと。ちょっと白鷺、あんたも黙ってないで何とか言いなさいよ。暇だからってこんな。ああ、ミキちゃん、タマも怖いんだって。だから怖くないようにそばにいてあげてくれる？だから私は怖くなんか。怖くないんだったら参加するでしょ、普通。なんでそれが普通なのよ。だって嫌がってるのタマモだけだもん。それとも。泣きそう、ちびっちゃうかもって素直に言えば勘弁してあげてもいいよ。誰が言うか。じゃ適当に二人一組に分かれて、相手が決まったら私に報告。なんであんたと一緒なのよ。何ニヤニヤしてんのよ。いいわよ、笑いだけ笑えば。ねえ、なんか喋りなさいよ。なんかないの？笑える話。
離して。やだやだやだ、もう帰る、帰るの。いたの。女の子。見たの。白いワンピース着た小さな女の子が音も立てずにさーっと走って、だって見たんだもん。どうせ誰も信じてくれないわよ。あんただって信じてないじゃない。いいわよ、見てないもんを信じろって方が無理だわ。白鷺、寮が見えるところまででいいから。
何ボケっとしてんの？行くわよ。朝ごはんじゃないの？もたもたしてると置いてくからね。私にしてはね、ま、朝ごはん食べたかったら早起きするしかないのよ。おかげで夏休みの方が普段より規則正しい生活してるかもしんない。それは日頃あんたがたるんでるってだけよ。ま、その通りだわ。ところでさ、タマモ、水着持ってる？水着？授業で使うやつならあるけど。そんな色気のないやつじゃなくてさ、ミキちゃんを悩殺しちゃうようなすっごいの。持ってないし、着る気もないわよ。だいたい、なんでそんなもんが必要なの？プールの使用許可申請、出そうと思ってね。え？プールって、学校の？そう、せっかく近くにいいものあるんだもん。有効に利用しなきゃ。あんたもたまには役に立つじゃない。いつ？とりあえず明日。あと休みが終わるまでに 2,3 日は使わせてもらえると思うよ。やり！もちろん。わけだから準備は今日中にしておくこと。あの辺は後で買い物に繰り出すってさ。なんなら一緒に行けば？うん、そうする。
似てない。なんで？女。男。なんで？女。わかった。大変。教えない。探検。全然。終わった。僕、すごくない。当たり前。終わった普通。暇。宿題終わった。空見てる。暇。ハーモニカ。
すごい楽しい。ただいま。何固まってんの？昨日？ああ、あんたのハーモニカに釣られて出てきたっていう、あれ？どこにもいないじゃない。また呼び出しに成功したの？へえ、あんたのファン第1号ってわけ？まあ、いいわ。それよりお土産買ってきたわよ。いい子でお留守番してたご褒美に。お茶入れてあげるからこっちに来なさい。あ、そう、いらないの。だったらあんたの分も私が食べるからいいわ。手洗ってくるのよ。ああ、来た来た。久しぶりね、白鷺くん。驚くことはないでしょ。ここは学校の施設なんだから。しかも私の担当は体育なんだし。万一ってこともあるからね。一応監督責任者ってものが必要なんだよ。で、心優しい進藤先生が心よく引き受けてくださった。拝んでおくように。いいのよ、可愛い教え子のためですものね。うーわー、そらそらしい。ミキちゃんを無理やり女子校に引っ張り込んどいて、可愛い教え子はないでしょう。あら、何事にも建前というものは必要なのよ。本音は？水遊びに付き合うだけで仕事をしたことになるなんて美味しいわ。違いない。いや、しかしその水着、学校のプールで着るにはちょっと戦場的すぎやしませんか？授業じゃないんだもの。多少のシャレっ気は許容範囲よ。多少
ねえ、その格好で教師って言っても誰も信じませんよ。海にでも行けばナンパされ放題ですね。ありがとう。そういうあなたもとっても魅力的よ。それどうも。ま、今日は一つよろしくお願いしますってことで。ええ、存分に羽を伸ばしていってちょうだい。準備運動忘れないようにね。問答無用。ミキちゃん、味方を巻き込んでどうする。今の仕返しにしてもかなりやりすぎだったと思わない？思う思う。向いてやる。覚悟。待て！無駄無駄無駄！
ライト。じゃあミキちゃんを置いていきますんで、あとはよろしく。でね、さあ私たちも行きましょうか。そんな顔しないの、男の子でしょ。さあどうしたかしら。荷物持ちくん。うーん、運動した後はご飯が美味しいね。ほんとほんと、今日はパラダイスだわ。それもこれも全部ミキちゃんのおかげだよ。こっちにはミキちゃんがいるからね。先生も多少無茶な要求でも飲まざるを得ないんだな。あんた、それ人の弱みにつけ込むって言わない？なーに、気にすることはない。つけ込まれるような悪さをする方がいけないんだからね。聞こえてるわよ。まあまあ、先生も楽しんでるじゃないですか。固いことは一個なしですよ。かなわないわね。でも苦労したのよ。プールの使用申請も随分急だったし、その上寮の中庭でバーベキューなんて。感謝感激雨あられ、このご恩は一生忘れません。あなたの一生って何回あるのかしら。いや本当に一生忘れませんよ。忘れないだけだけどね。同感だわ。そいつは光栄。ちなみに私の無茶はまだ終わらないからね。肉体労働に勤しんでくれたミキちゃんに報いてあげなきゃいかんでしょう。そう言わずに、何たってミキちゃんにはこの後片付けという使命も待っていることだし。
お待たせ。どう？日本に帰ってきたなっていう気がしない？でしょ？やっぱ日本の夏といえば浴衣だよね。これ？サムエってんだけど、知らない？ああ、ダメダメ。私にはこっちの方が似合うって。ねえ。まあ、派手姿を堪能したけりゃ、そこに美少女がいるでしょ。あんた今、ほのかならともかく、私を美少女っていうのはどうかと思うとかなんとか考えたわね。こんなもん着てなかったら、しばき倒してやるのに。何よ。なんで？あんたの身の安全のために私が不自由を強いられる理由なんかないわよ。ああ、二人のコント見てると長くなるから先に始めようか。ほら、おいで。一時休戦。玉切れか。仲がいいな。はい、みきちゃん、今度は君の番だ。
やられる前にやれって言うでしょ。補給完了。ほら、ぼやっとしてるから。よくもネズミ花火なんか放ってくれたわね。巻き添え。ミキちゃん、悪く思わないでね。私のために死んでくれ。もう逃げられないわね。まあまあ。褒めるんだ。たまもの浴衣褒めるんだよ。いいから早く。何こそこそ言ってんのよ。遺言？いいわ、聞いてあげる。行ってみなさいよ。な、何よ突然。逆でしょ、それ。そんなことじゃごまかされないわよ。いや、マジマジ。ねえ、ミキちゃん。な、何ジロジロ見てんのよ。見せたくて来たわけじゃないわよ、こんなもん。照れてるんだよ、あれ。違う、ハーモニカ。まだ？寝る？
待つ。知らない人に物をもらっちゃダメ。ダメ。知らない。知らない人もらっちゃダメ。バカな。さこい。バカな。バカな。そう。一年。友達。嫌じゃない。友達。ありがとう。
美味しい。うん。よしき、いい人。よしき、ハーモニカ上手。変な目で見ない。お菓子くれた。いい人。白鷺、あんたさっきから何一人でブツブツ。何やってんだか。そんなに怯えなくても取って食いやしないわよ。白鷺、その子を連れてきなさい。怪我、ほっとけないでしょ。この子、この間の子？いつの間に手なずけたの？バカな、とか言ってたわね。それがあんたの名前？そう。じゃあバカな、こんなところうろうろしてないで、そろそろ家に帰りなさい。暗くなってからじゃ危ないから言ってんの。あんた家は遠いの？じゃあなおさらよ。はい、おしまい。は、ありがとう。いいわよ。私はこれ返してくるわ。あんたはその子駅まで送ってあげなさいよ。名前。名前？名前。サワラ
ぎたまもよ。たまも、覚えた。知ってる人。はあ？あげる。通訳。そう、じゃあもらっとくわ。気をつけて帰んなさい。たまもいい人？いらない。